眼瞼痙攣は、両方のまぶたの筋肉が連縮を起こし、まぶたが開けにくい状態を言う。不遂運動であるジストニアの一種で、局所性ジストニアである。日本神経学会での正式用語は、眼瞼連縮。目が開けにくくならなくとも、眩しさ、痛みなどを訴える症例も少なくない。ドライアイを症状として訴えることも多い。本体性では、 40歳以上で発症し女性の方が男性よりも多い。そのため若年では薬物性の可能性があり、3割程度は睡眠薬や抗不安薬に使われるベンゾジアゼピン系の薬物によるものであり、ベンゾジアゼピン眼症の診断名が提案されている。左右療法に発症する。初期の自覚症状に瞬きの増加やまぶたの軽度の痙攣がある。目が開けにくい。 開けられない、屋外が眩しいといった症状は、軽症ではこれのみが自覚症状であることも多い。目がチクチク、コロコロするといった異物感がある。名称から痙攣が起きている状態と思われがちだが、痙攣は自覚されにくい。また、4割以上はドライアイの診断を受けている。ドライアイの診断を受けた場合、ントがドライアイの治療効果が現れず、 そうした治療抵抗性の人々のうち57%が眼鏡痙攣であるという報告がある。目が開けにくいという症状は進行すると歩行時の衝突や交通事故を起こす場合もあり、進行すると目が開けらず機能的に盲目となる。経過はヤンコビッチの報告では75%が徐々に悪化、約13%が改善してそのうち1.2%が 症状がなくなり、残りはそのままである。再発もしやすく自然に治ることは稀だと考えられる。メブミオキミやメブ、チック、ドライアイといった疾患と間違えやすい。日本国内には推計20から30万人の患者がいるとされる。神経学的、目科学的な異常がない場合が本体性の眼検系連とされる。本体性の場合40歳以降に発症し、 女性が発症する割合は男性の2倍以上である。また、パーキンソン病でも症状が見られることがある。40歳未満では、特に抗不安薬や睡眠薬など薬物の内服歴が見られ、ベンゾジアゼピン眼症として提案されている。また2から3割では、うつ病や自律神経失調症の治療歴がある。出典。ガバー受容体に作用するベンゾジアゼピン系。 知恵のジアゼピン系、非ベンゾジアゼピン系は、視覚過敏や目を開けることが難しいなど、局所性ジストニアの誘因になる。クロナゼパムやエチゾラムの使用、特に長期連用によって、薬剤性の眼ん痙攣が生じることがあり、ある調査では3割程度は、ベンゾジアゼピン系の薬物によるものであり、ベンゾジアゼピン眼症の診断名が提案されている。 多くは何年もこうした薬を服用していた場合で、あるが、敏感な人では一週間の服用でも眩しさを訴える。薬の投与がある場合、脳の支障の活動が健康な人々よりも活動しており、これによって症状が出ていると考えられ、これは未発症の状態でも活動が活発となっており、減薬や休薬を行っても11人中6人は改善はしたものの感知はしていない。 治療の第一選択は、ボツリヌス療法となり、日本では、唯一保険適用がなされるが高額であり、一方で内服薬の多くは、有効率が低い。ABCDE 弱ク,クラマッサと、快適な資格とそれを乱すもの、科学教育第65巻第3号、2017年、142から143ページ、土井、10.20665、可挙し、 65.342、ネ 65. 度1300億6百3万8453。ABCDEFGHIJKLMNOPQRST 眼検。痙攣診療ガイドライン2011、眼検痙攣と、眼面痙攣日本眼科学会員、大沢美希雄著、気になる、痙攣を治す、本。 専門医が優しく答えるリオン2005年、ISBN4 から576050133、若倉雅人。眼科医が見逃しやすい目の異常眼球の異常では、ないのに起こる症状。読売新聞、https、読みドル、読売 COJP、アーティクル、2017万724おいてっと5万42、2018年3月1日閲覧。 A.B. 佐藤光店。弾薬後も消えない症状。読売新聞。https. 読みドル、読売 COJP。アーティクル。2015303おいという54827。2018年3月1日閲覧。ありがとうございます。